おごせバイリンオゴセバイリンは、埼玉県入間郡おごせ町にあるオッペ川沿いに、広がる梅林。水戸海楽園、熱海梅園とともに、関東三大梅林の一つとされている。梅林内の様子南北町時代に、武蔵区に小杉村に、太宰府より、天馬宮を分子する際に梅を植えたのが起源という。一帯では2万本ほどの梅が栽培されており、おごせバイリンはその中にある。 梅祭りが行われる、約2ヘクタールの広さの土地を言う。おごせやばいなどの保存古木など、約1000本が植えられており、明治期には、佐々木のブッツ田山家帯、野口右上らが訪れ、その風情を鹿に残している。新編武蔵風土気候のつくね村の項には、土地梅によろしく梅の木を置く、食油、実を取って、梅干しとして、江戸に送る。 被変味が同じけれどことに当村に王子というとあり、昔から梅の生産が盛んであったことを伺わせ、現在では梅林を中心に2万5千本の梅が栽培されている。2000年5月5日には、埼玉新聞社の21世紀に残したい埼玉ふるさと自慢100選に選出された。毎年2月中旬から3月下旬まで梅祭りが開かれ、多くの観光客が訪れる。 バイリンの中にミニ SL の全長253メートル一周線路が付設されており、期間内の設定日にはミニ SL が運行される。また、舞台では郷土芸能も披露される。バイリン内を走る SL、ありがとうございます。